毎年オフになると日本人選手の MLB 挑戦が話題になります。野茂英雄がメジャーに挑戦した1995年から2017年以外は全ての年で日本人がメジャーに挑戦してきました。そして2023年にメジャー移籍が噂される選手の一人が DeNA の山崎康晃です。かつて日本代表のクローザーとして世界一に貢献した右腕はメジャーからどのような評価を受けているのでしょうか。2代目浜の大魔神山崎は帝京高校時代に2年夏と3年春に甲子園に出場し、いずれも準々決勝まで進出しました。ところが2010年のドラフト会議では指名漏れを経験。4年後のプロ入りを目指し、練習が厳しいことで知られる亜細亜大学に進学しました。大学に進学すると4年生の東都大学春季リーグ戦ではオール関東でリーグ最多の5勝を挙げ、防御率 1.94 で MVP に選出。同リーグでは通算で38試合に登板し、203回3分の1を投げて15勝6敗、171奪三振、防御率 1.95 の好成績を残し、2014年のドラフト会議では DeNA から見事1位指名を受けました。プロ1年目の2015年はオープン戦で中継ぎとして好成績を残したことや、前年にクローザーを務めた三上智也が故障したことから、開幕直前に一軍監督の中畑清はクローザーに山崎を抜擢。周囲の期待値を大幅に超える活躍を見せた山崎は新人最多記録となる37セーブ、防御率 1.92 の好成績で DeNA の選手としては初となるセリーグ新人王に選出されました。最速155キロのストレートとスプリットのように落ちる落差の大きいツーシームを武器に、プロ4年目の2018年から2年連続の最多セーブを獲得。さらに第2回 WBSC プレミア12では侍ジャパンのクローザーとして世界一に貢献し、日本を代表するクローザーへと成長しました。ところが2020年は開幕から調子が上がらず、抑えの座を三島和樹へ明け渡すと、わずか6セーブ、防御率 5.68 という不本意な成績に。再起をかけた2021年は東京オリンピックの日本代表には選出されたものの、クローザーに任命されたのは山崎ではなく広島の栗林良治でした。実際同年は3勝2敗27ホールド1セーブ、防御率 3.27 とまずまずの成績を残しましたが、かつての山崎を考えると物足りなさを感じた人も多いでしょう。そして2022年は開幕から再びクローザーを任されると、最終的に56試合に登板し、自己最多タイの37セーブと史上最年少での通算200セーブという偉業を達成。さらに防御率は過去最高の 1.33 と過去2年の不振を払拭する活躍を見せました。そんな山崎ですが、10月11日にポスティングシステムによるメジャー移籍を球団が容認するという記事が報じられました。実際山崎は2021年オフに球団との契約交渉で国内 FA 権を行使せず、単年契約でチームに残留。さらに球団側には2019年オフの契約交渉から将来的にタイミングが合えばメジャーへ挑戦したい希望を伝えていました。球団関係者もそのタイミングが今オフと話していることから、山崎のメジャー移籍が現実味を帯びています。このようにメジャー移籍が噂される山崎ですが、メジャーからはどのように評価されているのでしょうか。メジャーの評価。山崎は2019年の第2回 WBSC プレミア12で侍ジャパンのクローザーとして優勝に大きく貢献し、決め球のツーシームが世界レベルであることを世界に証明しました。この大会を見ていたア・リーグ極東担当スカウトは、彼がメジャー移籍を表明すれば確実に争奪戦となる。個人的にはポスティングシステムなら1500万ドルから2000万ドルを用意したい気持ちとコメント。現在のポスティングシステムの最高額が2000万ドルであることから、山崎を非常に高く評価していることがわかります。さらに山崎がプロで初めて壁にぶつかった2020年のシーズンオフでも、依然としてメジャーからの評価は高いままでした。ア・リーグ球団のスカウトは、2020年の山崎はカットやスラーブも多投し、意図的に投球の幅を広げようと試行錯誤しているように見受けられた。本来の力をもってすればツーシームはメジャーでかなり有効な武器になる。総合的に判断し評価が著しく下がるようなことはない。来季の彼を多くの球団が注視しているとコメント。米専門誌ベースボールアメリカも評論家の意見を交えて、ただ単に
彼にとって異常なとして、必ずしも衰えているという前触れではないと評していました。メジャー関係者がリリーフ投手を見るときに重視する指標が WHIP です。 WHIP とはその投手が1イニングあたり四球とヒットで何人のランナーを出塁させたのかを割り出したもので、平均数値が 1.25 から 1.32、 1.10 未満なら高く評価されてきました。そんな中、2022年の山崎の数値は 0.70 をマーク。この WHIP を踏まえて、大リーグに詳しいスポーツライターの友成那智は、レッドソックス時代の上原級の驚異的な数値です。スプリットのように落ちるツーシームを武器とし、ゴロに打ち取りやすいというデータもある。一発を浴びにくいところ、故障が少ない点も評価を得られますと評価しました。しかし直球が150キロ台そこそことスピードがないため、奪三振率が 6.60 と低い点はマイナス。メジャーのリリーフ投手は平均 8.0 ほどなので、三振が奪えないという評価になりますと、懸念点についても言及しています。さらに移籍球団について、まだ29歳と若い、クローザーは難しくてもセットアッパー2番手といったところで手を挙げる球団はあるでしょう。日本人や日本球界にいる外国人選手をよく獲得するレンジャーズを筆頭に、パドレス、ダイヤモンドバックス、沢村を戦力外にしたレッドソックスあたりに可能性がありますと分析。移籍金については、平野義久がオリックスから移籍した際、2年総額600万ドルで契約を結んだ。山崎は奪三振率が低いため、ここまでの契約は難しくても、2年契約で年俸総額400万ドルだった牧田和久、あるいはロッテから2年総額300万ドルでレッドソックスへ移籍した沢村博一ほどの提示はあるでしょうと予想しました。脱三振率に懸念点があるものの、依然としてメジャーからの注目は高く、阪神とのクライマックスシリーズではネット裏にドジャースなど MLB 複数球団の極東スカウトらが集結。数年前から密着マークを続けているア・リーグのスカウトは、山崎について、独特のインステップ投法から繰り出されるスプリットは MLB でも十分に通用すると評価しました。そして MLB スカウトが山崎を評価する理由について、彼がツーシームと呼ぶスプリットは落差が大きく、ストレートと同じスピードで鋭く変化する、球の出どころも打者からは判別しにくく、あのボールは分かっていても攻略しにくい、しかも山崎にはプロ8シーズンの間大きな故障がない、強いフィジカル面も大きな魅力だとコメントしています。このようにメジャー関係者からの期待値が高い山崎ですが、その期待に応えられるような熱い思いを山崎自身は持っていました。山崎の熱い思い。山崎はメジャー挑戦について、プロに入り始める前ぐらいからやっぱり興味はあった、近年で言えばたくさんの選手が米国で活躍する姿にも刺激を受けている、国際試合であったりいろんな場面で格上の相手と対戦したことで、僕自身も自分のレベルの力試しではないが、そういう部分にも挑戦してみたいという思いになっている、あとは長いキャリアの中で一度は経験してみたいという気持ちと、自身の率直な思いを語っていました。ところが山崎のメジャー挑戦において、周囲から野球面以外で不安視されていることがあります。それは英語力です。帝京高校時代に3年間クラスメートだったローランドは、テレビ番組で山崎の英語力について、とにかく頭が悪くて英語が壊滅的、アルファベットを全部かけたら100点みたいなテストで E をカタカナのよって書いてとコメント。番組スタッフが英語でベースボールって書けますかねと聞くと、ローランドは絶対書けない、ベイスターズとか読めてない、ユニフォームのベイスターズのスペルを変えてもあいつ気づかずに切ると断言していました。しかし山崎はメジャー移籍を見据え、英語学習を積極的に行っているそうです。プロ1年目の2015年のオフには、フィリピンにいる祖母と英語でコミュニケーションを取りたいという理由で米ロサンゼルスに3週間滞在、トレーニングの傍ら語学研修に励みました。また DeNA にはトレーナーやコーチが外国人選手と英語でコミュニケーションを取ったり、球団スタッフが海外の提携球団と円滑に業務を進められるようにチーム付き英語教師がいるそうです。選手とはレッスンの時間を設けてはいないそうですが、英語習得に興味を持つ山崎は、練習中や遠征先の食事会場で英語でコミュニケーションを取る機会を作るなど、苦手な英語に対しても積極的にチャレンジしてきました。メジャーに挑戦したいという熱い思いがあるからこそ、
野球だけでなく苦手な英語学習にも積極的に取り組んでいるのでしょう。どんな逆境にもめげず不撓不屈の精神を貫く小さな大魔神には、浜の大魔神こと佐々木和弘に負けない活躍が期待できます。果たして来年の今頃、山崎は夢を実現させているのでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も野球動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録、コメントをしていただけると明日への活力になりますので、よろしくお願いいたします。